今日は新聞のレイアウトについて勉強します。教えてくれるのは大分合同新聞社整理部の川村元記者。新聞は実は1ページここを1段って考えると全部で12段ある。1ページ12段でできてます。1段あたりには文字数は12文字入ってます。で今回皆さんに作ってもらう学校新聞はこの大きさ、ちょうど9段分のスペースで皆さんには作ってもらいます。価値判断、新聞社の制作現場には1日に何千何万というたくさんの原稿が来ます。ただ今先ほど言ったように新聞というのはスペースが限られているので、実際に明日の朝刊にどれを載せようか、どれはもう今回は載せないでいようかといって、そういった判断をするのが価値判断です。一番簡単な方法としてはやっぱり自分が面白いなとかすごいなって思うかどうかっていうのが一番大事なニュースだと思います。右のページではここ、左のページではここにあるニュースってのが一番大きいニュースになっています。それはどうしてかわかる？新聞ってまあこう読むよね。真ん中にある方が新聞読みやすいよね。そうやって新聞を作るときには一番読みやすい位置に読んでほしいニュースを置くようにレイアウトしてあります。新聞は開いてみるから真ん中が読みやすくなるんだね。どの記事を書くべきか価値判断も重要だね。見出しってのは基本的に8文字から11文字が綺麗な見出しだと言われてます。それからもちろんやっぱ記事の見出しなんで分かりやすく、それから記事の要点をしっかりつかんだ見出しをつけることが大切です。まあ実際に今からは皆さんの書いてくれた原稿に見出しをつけていきたいと思います。早速みんなで記事の見出しを考えます。コツを踏まえて分かりやすくまとめてみよう。候補が出揃いました。みんなで意見を出し合っていい見出しができたみたい。次の授業までに見出しの背景を書いておきます。楽しいイラストにしようね。見出しなどをつけるときに同じ言葉や文字などを使ってはいけないということが初めて知りました。みんなが見て驚くようないい新聞にしていきたいです。初めて知ることは多かったけどいっぱい覚えられたので楽しかったです。みんなが見やすくて面白いイラストを作っていきたいです。小見出しや大見出しを考えるのが難しかったです。いろんな人たちが九十に来たくなるような新聞を作りたいです。提出の日です。早速チェックしてみよう。白い部分があるの分かるかな。新聞はこうしっかりとやっぱ塗らないとやっぱあの紙面上にはいい色が出ないんで、これもうちょっとやっぱ濃ゆく塗ってくれるといいイラストになるんじゃないかなと思います。最後に薄い部分や目立ちにくいところの色塗りをすることにしました。もうすぐ完成だよ。頑張ってね。出来上がりました。すごいいい紙面ができそうでちょっと楽しみですね。くんのお疲れ様でした。こういう新聞記者の人たちは大変なことをたくさんしていて、どうやって組み合わせればいいのかとかもちゃんと考えているので、それが分かってよかったと思います。今日色とか濃ゆくしたりして、そしてなんかより良くなったのが良かったです。どんな形で新聞になっていくのかなというところが楽しみです。絵を描くのは、色塗りなのが難しかったけど、上手にできたので楽しかったです。色を濃く塗るとき腕が痛くなりました。家族や友達とこです。
僕は、新しい絵を描いたけど、今日の勉強だけでうまくいったので良かったです。自分たちで作った新聞をどんな風な感じでできたのかが楽しみです。いよいよ次回、子どもたちの新聞が完成します。どんな新聞ができたかな？お楽しみに。